また僕だけです。僕、まあ友達いないんでね、まあ今日もね一人でやっていきます。ドン。待ちわびてましたよ、このお方を。ニコ生の人たちは。もう、ね。よいちょ。え、前回も、前回誰が出たの？俺。いや、途中からだってみんな出たんでしょ。高広。高広。あ、なんか高広が、そうドラえもんいじりっていうのは聞いた。顔でかいじりをずっとやってた。ひたすらドラえもんで。ねえ、まあ、顔でかいかな。で、なんかやめなよーっていうのがちょっと。ほんとやめなー。あれハマってるらしく。あいつめっちゃハマっとるね。うん、でもナンバーワンはね、これまだ言ってるか分かんないからね。そうやね。言いたいのはあるよ。だけどね。右高畑。高畑って。俺かな？ああ、ケースケの。俺かな？おはようございます。いやね、俺多分何週か出てないんですよ、ね。2週間も空いたんだよね。うん。多分すごい体調悪かったりとか。ね、諸事情だったりとかは、ね、うん、内容は言わないですけど、いろいろあったんですよ、俺も、あったんだ、そうなんですよ、そう、最近出てなかったんですよ、出たかったんですけど、いや、みんな待ってましたよ、俺の、だって、俺やってた時、ずっと、ケイスケはケイスケだって言ってました、そっつけ、みんな、たぶん一人が先なんやろ、みんな、待ってやない、100%はってずっと言ってましたもん、ケイスケ、歯ブラシ持ってくる？どういうこと？どういうことなん？ね。多分代表は、監督は、後から来ると思います。ね。多分今頃いいご飯食べてますよ。監督は。そうでしょうね。いいご飯食べてます。監督はいいご飯食べてる中、先に行っててって言われたんで、僕暇そうな佐久間くんを連れて、コンビニで肉まんを買って、食べてました、ね。パスタ慌てて食ったわ。うん、放送1分前にお腹痛いとか言い出して、帰ろうとした男はこの男ですよ。いや、ほんとね、もうちょいうまいことやってくれると思うんだけど、久しぶりなんかコンビニのパスタこう急激に食ったからお腹がなんか、ね、でも美味しいよね、美味しかったけど、なんとか早く、そう、キビを、久しぶりにキビを使おうと思って、クラミジアじゃないっすね、僕でもこれ全然言えるんですけど、これ言わない方がいいか、あの話でしょ、言わない方がいいかな、いい、言わない方がいい、あれ言わない方がいいよ、まあ、言いたいんだったら言っていいだろうけど、言いたいんだったら言ったらいいんだけどさ、あ、お見せしよう、これは、そうあの話何、あんまりよろしくないよね、うん、中2だから中3の話でしょ、中2さんですね、中2さんの話でしょ、あの、もう、うん、そうなんですよ、初めて僕がもう言いたがっとるやん、やめよう言いたがっとるやん、やめよう言いたがっとるやん、やめよう、まあ、2部はもう出てるからね、夏木さんナンバーワンでしょ、ああ、そうだ。ツイッターでね、ラストオーダーだけ言ってナンバー。かっこいいね。かっけえな。かっこいいね。やりたいね、そんなの。でもあれっすよ。プラズマ締め本数やばいよね。そうなんすか？本数、多すぎてやばいと思う。多店舗とか多分本当に、段じゃないぐらいの。この二人はナンバーは無理だよね。まあ、あ、こいつ NG で。ツッコんでください。いやね、でもね、うん、なんかこう、ナンバーワンコールっていうか、ナンバーワン、その月のナンバーワンのシャンパンコールが最後にあるんですけど、ね、まあ、そこでみんな結構、ね、ナンバーワンと取ったら、なんかこう、いやもうみんなのおかげでとか、お姫のおかげでとか、言いたいでしょ。何？あとは、いや、結構謙虚なんですよ、みんなコメントがね。いやもうほんと言いたくない、めちゃめちゃ根拠なんだけど、俺絶対あんなこと言わないと思う、うん、バカ笑いしてたよね俺がナンバーワンでみたいな、この顔でなんか言ってたもん、ね、この顔で俺はナンバーワンになりましたっていう、めちゃめちゃ声を大にして言いますね、うん、なんか想像つく、僕がもしナンバーワンになった
あの暁にはね。だからあの僕ねもし何番になったらあの看板自分であのホスト看板借りてあのお金払ってね借りてあのみんなこんなじゃん。なんかこうちょっと済ました、まあ背景にも載ってんだけどさこんな感じじゃん。じゃなくてもこんなふうにこんなんでも一番いいのはケイスケのに買えないかなその後ろのさもういいバカっぽいのにダメだ一枚だけもうダメです。あそうなんだ。いやバレるかなみたいな。どれがケイスケでしょうみたいな。この6人の監督が並んでますけども、うん、俺一人いてバレるから速攻バレるわ。バレないっしょ。あでも僕顔いじりますよ。どこどこ。あなんかその話してたの。そう来年僕顔いじりますよ。なんだっけあの鼻と目をまずいじりますよ。いやでもなんかケイスケ感なくなっちゃうな。ね、うん、初回についてのかっこいいが欲しいんですよ本当に。あるでしょうが。俺数字で出てんだけど。あるでしょうが。やっぱり写真指名とか送りとかって幹部がねやっぱほぼ多いじゃん。あの他のキャストに比べたらさ。けど僕あれなんですよね。他のキャストを混ぜ他のキャストの中でも中の中ぐらいの。まあそれにかぶせて言うようですけど僕今月写真誌ゼロですからね。あそれはない。びっくりしましたよ。いやそれはないね。びっくりしました。さすがにもらってるけど送りは俺ナンバーワン少ないですね幹部の中で。でもね割と行ってる方じゃない意外と。ねなんか僕送り少ないですね。送り少な い, 少ない。でもなんかリピートは結構俺行けてなく飲み直し多い自信はありますね。面白いんだよね普通に。結構ケイスケって自転車乗れますよ。あてか僕今一番欲しいの自転車なんですよ。いやいや全自動のやつ絶対すぐなくすよお前。あのあれ30キロ出んのお前パクられるやんってじいさんばあさん何人か殺しちゃうぐらいのあの知らねえよ。30キロよ30キロ最近のじいさんばあさん結構強えぞ強いぞマジ。30キロ出るからパクって俺チャリ1週間でパクられたからね。30キロ出たらもう原付きよ。そうそうなんですよ。でもうちのお店ってチャリで出勤すると怒られるんですよね。あ、そうなの。怒られる怒られる。俺は歩きたいから今僕どっちかは歩くんですよね。行きか帰りどっちか歩いてどっちかはタクシーなんですけど、うん、どっちか歩くように心がけてるんですよ。でも やっぱでもだるいじゃん。すごいタクシー来るまでとか週末もねなかなか来ないし。なんで怒られるの。なんか夢なくないですか。あ僕が確かに嫌だ。僕がもし仮にナンバーワンとして嫌だ。あ、違うナンバーじゃない。ナンバーワンがじゃあやだ。チャリで帰ったら嫌じゃない。やだ。夢なくないですか。たまにスーツでこうねチャリに乗ってる人を見るけど。そうそうそう。ちょっと嫌じゃないですか。ちょっと嫌だ。なんかナンバーワンはなんかこう店前までタクシーで来て店前でタクシー乗って帰ってほしいよね。ちょっと一個だけコメント入れると、ケイスケはケツ綺麗やぞいいよ俺無視したからナンバーワンにならないから大丈夫これさっきコメントしたやつだからね俺もうアカウント覚えとくからな。ほんとすごい僕記憶力がいいんですよね。あと根に持つから。根に持つのすごい。根に持つからもうやですわ。りきゅうくんが切れたこと俺すげえ覚えてる。あ、切れたから口聞かないの。いやそりゃそうやろ。そういうタイプなんですよ。怒ったらさ喋んなくなるタイプでしょ。まあそうだね。なるべく俺結構平和主義やから。もういい、もういい、みたいな。なんか怒るなって思ったら本当にもうシャットアウトする。ああもういいか。でも俺しつこいんで絡んだらなんかもういいから。で俺はする。マジで。本当俺平和主義だ。どんなことで切れる？僕結構怒りますよ。こう。おこおこしちゃいますね。まあ怒んない方がいいよね。でもね。なるべくね。あんま怒んないでしょ。あんま怒んないやっぱ。短期ではないと思う。ケイスケは常にガヤガヤ言ってるから怒ってんのか怒ってないのか分からん。あのねわーわーみたいなの言ってるけど、それ怒ってんのみたいな。僕大声でちょっと喋ってる。自分のチーム持ってるんですけど、そのチームでは僕結構言ってるイメージですね、うん、まあ、言うとき言わないときあるんですけど、言うとき結構強気で言いますね、うん、あの僕がもしてか もし僕が僕じゃなかったら僕みたいなやつは友達にならないし、うん、だろうね。絶対無理かな。ケイスケチームありますよ、ね、なんだろうな、誰チームだっけ今。量産チーム、アルト君チーム、うん、僕チームです。そうそうそう、メンバー全然違います。まあでもケイスケ君人望あるんで
人望ないでしょ。人望あるんで、最近入った新人、監督チームないの、ほぼ圭介のチームに入りますからね。そうね、びっくりする、すごい集まる、ね、もう何してんのお前みたいな。だからさ、他のチームと比べて人数多いからご飯連れてくじゃんチームでまあまあいい気まあまあ行くね、まあまあいい気結構行くね。そうなんですよ。いや、一人一人喋るからさ。まあまあ、いあチーム。うちだけ遅いんだ、終わるのが。自分で選べるの、思いますか。もともとは、代表がこう割り振ったんですよね。でも、新しく入った子は、こう、何一回ずつチームミーティングを受けて、自由権が与えられる。自由にこうやって、彼らは。どこにしようっていう。僕は渋々、ね、無理やり、ケースケの僕のチームですね。放り込まれたけど。僕が、僕結構酔っ払ったら適当で、チームミーティング放置しちゃうんですよ。俺さ、飯食うからみたいな。そんな時は結構やってくれますね。ケースケは優しそう。まあ、優しそうって言われるよね。このアカウントさ、俺褒めちゃうよ、なんか。ツンデレなんじゃない。そうなの、うん。ツンデレなんじゃない。それが本当にブロックされてないから、どっちかなんじゃない。一個でも俺疑惑あるんだけどね。ニコ生の人が書いてんじゃねえか。俺を落として下げて、まあそういうとこありますよね。すげえなんかやってんじゃねえかみたいな。結構来すぎていじりを覚えてきましたからね。そうね。もう漆原に同伴で2部ついてなかった。二郎ね、行かないでしょ。二郎やばいやろ、絶対嘘やから。誰が営業前に二郎行くの、ね、営業後にしてくれよ。営業後もつらいけど。絶対嘘だよ。いかんな。同伴どこ行くの、リギュが。どこだろう。俺同伴マジでしなくて、なんかなんだろうね、俺なんかほんと同伴どこ行っていいか分かんなくて、同伴俺しないんすよ。でも俺あそこ行きたい、なんだっけ、何だ、リアル脱出ゲーム、同伴で。同伴じゃなくてもいいけど、普通に行きたい。行ったことないの。ない。俺行きたいって俺1年ぐらい前から言ってんだけど、ずっと行きてないの。マジで。俺なんかある時のとこで行ったね。楽しかったね。あれか。なんか。同伴どこ行くの、話しかないんだよ。なんで、ね、なんでどこ行くの、それの居酒屋ですよ。嘘つけ。なんでなんで、いやね、どこに行けばいいか分かんないんだよね、同伴って。女の子はどこに行きたいんだろうね。もちろん、それ聞きたい。俺思うんだよね。高級イタリアン。でも高級イタリアンなんか嫌じゃない。なんか、俺なんか、何、ディナー系すごい苦手なの。何こう、前菜出てさ、箸で全部もう済ませたいよね、箸で。もう一個のお皿で持っていける。もう全部。俺なんかすごい分かるんだよ。だから俺なんか、営業終わった後は、定食とか焼肉とかさ、あーいいっすね、鍋とかそっち系が多いよね。ちょっとパパって食えるじゃん。定食いいっすね。定食がいいっすよ。そうそう、相席居酒屋同伴でバカじゃねえの。相席居酒屋意味が分かんない。アルトに同伴アコムするよ。わ、すげえ。すげえ、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。アコムで足りた、足りないじゃん。うん。嘘だろうけど。いや、とんでもねえ。ありえねえよ。とんでもねえよ。ここまで分かりやすい嘘を言ってくれるといいですよ。ここまでやりやすいね。ツッコミしやすいね。なんかリアルじゃん。うん、同伴だったらオッツーです、ね。オッツーも行くね。最近行ってないけどね。ちょっと多くない、オッツー量が。ラーメン行ったら買い玉する最近は。営業前か後による。営業前はする。営業前はする。絶対する、絶対する。今からどんのに、うん、当たり前。逆になんか、営業後は絶対じゃん。絶対じゃん。営業前は俺しないね。だ俺、営業後ラーメン屋行っても、ラーメンほんと頼まん。マジで。何食う、なんか、ミニ丼みたいな。あるね。ミニ丼みたいな。食べるんだ。いや、なんかね。だ寸胴屋行っても寸胴みたいな。ほんとに、ほんとに。めっちゃもったいないじゃん。おつだ、ふた、そうなんだよね。よくは、まあ、誰々のお客様だったり見るよね。ツルトンタンもね、よく見るね。あ、まあ俺らも結構行くから普通にキャストでさ、美味しいじゃん普通にツルトンタンって。確かに広いしね。なんかラーメンね、俺味しこの前行ったんだけど、行ったことある？
味しない味噌ラーメン、すげえ美味しかった。なんかね、北海道からのなんか味噌ラーメン、いや、よくわかんないんだけど、すごい美味しかったな。何でしょう、ラーメン僕めっちゃ好きなんですけど。そうだったの、博多じゃん。だって歌舞伎町で一番うまいお店ラーメン屋、俺あのね、伊丹焼肉屋、伊丹わかんない、伊丹どこ、区役所通りのバッティング店。ラーメン、いや、もう焼肉、もうラーメン終わり、焼肉なった、ラーメン終わりです、ラーメンの話終わり。ただの食いしん坊やん、お前。え、伊丹めっちゃ美味しかった。え、なんか普通に、え、結構安かったと思うんだよね。結構バクバク食ったんだけど、へぇ、まあ、その次の日サイパンで、うん、俺なんかすっげえ食悪くて、焼肉全部バスの中に入ったやばっ、もうほんと食悪くて、俺めっちゃ焼肉食うんですよ。結構前半やん、バスで。あのなんか、もう今からサイパン行くっていうのに、サイパン行く前の日の営業でさ、俺よ、なんか、いや結構酔ってて、でさ、うん、家が50杯頼んだんだよ、うん、いやなんか家が1本頼んだら、なんか、それはなんかやめろって言われて、うん、50杯にして、50杯ほぼ1人で飲んで、ほぼ1人飲んだ、ほぼ1人飲んだ。で、その前、いやなんかヘルプの人ついてくれて、なんか俺もいいですかみたいな、家が、いや無理無理みたいな。俺の家がだからやめろっつって、俺がね、はい、って言って、俺の家が、そう、一人でバーって飲んで、そのままウォーリーのまま、あのウォーリー二人で焼肉屋行った。シャーホやん。そう、絶対行った。会計払わず逃げてきたんだ。会計払ったよ会計は払ったよ俺が。あ、そうなんだ。うん、何の話だっけ、もともとラーメン、ラーメンの話だっけ、ウォーリーの話だもん。サイパンでも楽しかったよ。楽しかったね、サイパンの話でね、うん、楽しかった。代表が来たらしたいな、うん、まだ出る気あるかな。綺麗だったな、海、サイパンのね。サイパン行ってきましたね、本当に。佐久間、お前は焼けましたからね。僕インスタやってますよ。インスタ僕ちょいちょい更新してるよ。ツイッターと、ツイッターと同じぐらいかな。もう一回行きたいな、サイパン。女の子ってでもほぼツイッターでしょ今見るの。インスタ見るの逆に。インスタの効果が、監督のとこから飛べると思いますよ、インスタ。いるかな。いるいるいる。フェイスブックもね、本名でやってるよ俺。本名で、本名でやってる。ダダ漏らしやん、だって。ダダ漏らし、普通にシャンパンコールで言うしね。うん、シャンパンありがとうございます、森田圭介って言っちゃってるもん、もう言っちゃってるもん。本名でやってますね。いや全然僕本名出せますし、佐久間お前はやめとけ。僕まあまあめっちゃ普通だよね。いや、かっこいい。なんか森田の俺が言うのなんだけど、めっちゃ普通だよね。俺普通にインスタ見るの、やっぱ、いや、フォローしてくださいよ。インスタ全然僕フォロワー少なくて、僕インスタもめっちゃ見るんですけど、服装とかさ、すごい今一発じゃん、検索とか。森田ケスケじゃないねでも すごい手厚くコメントしてくれるやん、この人。憎めないな、ここまで来ると、うん、あのなんかもう横に並んで漫才したいね。あー、そうですね。バーン行きたいよね。バーンって、男か女かね、え、じいさんかばあさんか知らんけど、読めないですね。いやでもなんかこれ見たいよね、顔つきで見たくない。マジで どんなやつがコメントしてんだろうとすげえ思うもん、ね、スイキャスみたいに超 なってほしいもんね。なんかさっきからサイパン進められてるさ、なんで進められてるの、住所変更進められてるよちょっと国をまたぐのは結構きつい、うん、カジノしたいね。カジノね、うん、カジノね、カジノやったことあるんだよね。あ、僕がラスベガス行った時ちょろっと。あ、ベガス行ったの。うん、ちょっともうだ、遊びてるんですよ、こうどんな感じなんだろうみたいな、こうやってやって、なんか腕試しぐらいにやってたらお金減ってってやめました。あんまやってないんだよ、ね、あんまやってないですね、がっつり。僕初めて今回本ちゃんのカジノ、まあ、やれればいいなみたいな、来ましたね。でもあのまあ結果的に負けたんだけど、今年年末ねか来年の2月ぐらいにリベンジしたいなと、韓国でも行こうかなと思ってますね。やむらないぞ。いやなんかね、サイパンね、森田のおかん、ケツ汚そう。
お前、俺の悪口は言ってるけど、まあ俺のおかんの悪口ぶっ殺すぞ、お前。森田においておかんの名前すら公開してたから怖いわ。ああね、サイパンの何すんの、海とね、もう今カジノとか買い物しかないんじゃないかな。そうだね、治安がね、まあ、悪くはないんだけど。いいっしょ、観光地。いや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 、観光地だからいいに決まっとるやん。いやいやいや、やばいよ。フロントガラスバキバキに割れた車何台か見たから。何があった、普通に走ってる。石でも降ってんの。え、なんかわかんない、治安ね、どうなんだろうね。あの、とりあえずサイパン、なんか野良犬とか野良猫いて、あ、やだ、見かけたんだけど、全部ガリッガリやった。やだ。お前何食ってんのぐらいガリッガリやったね。本当に飯食ってんの、何も食えてね。いや、そう、飯食ってんのってガリッガリの犬猫が、やだ、あの、俺らの横を。めっちゃやだ。りょうさんがその猫を、なんかホテルのロビーにも猫がいる。餌待ちやん。でもそのなんか俺らが泊まったホテルも結構いいとこなんだよね、割とサイパンでは。で、なんかガリッガリの猫をなんか、え、フロントに持って帰っていいですかってなんか怒られたらしい。怒られたらしいね。でも、あの、俺ラスベガス行った時さ、もうほんとわけわかんないペットボトルに、もう絶対トイレで汲んだだろうみたいなこう水を入れて、何十本も用意して、なんか5ドルとかで売ってた。かわいいんやろな。え、マジマジこれ。普通に。マジで全然わけわかんないよ。得体の知れない水を、え、ほんと、5ドルとか。ルンペンみたいな。んルンペンみたいな。ルンペンって何？ホームレス的な。ああ、なんかそんな感じ。だから、ホームレス業がすごかった。いろいろ。え、向こうの古事記って、年収1000万あるじゃん。いや、それあれやろ。ドバイやろ。ドバイか。ドバイ。ドバイの古事記は年収1000万ある。すごかった、いろいろ。あの、普通に森田ってのやめてもらっていいですか。サイパンでコカイン。いや、売ってねえだろ。俺、いや、何、なんでもない。かね、サイパンすげえ怪しいのがいっぱいいたね。サイパン、うん、なんか夜中の2時とかにね、飲み屋とか全部閉まっちゃうらしいのね。あ、そうなんだ、やばい。だからもう遊ぶとこはないんだよね。ほんとないよ。え、しかも時差とかあるんでしょ。あ、時差1時間だけ。あ、そうなんだ。1時間だけ。こっちが昼の2時だったら向こうは昼の3時みたいな。向こうのが1時間進んでる感じだった。もうご飯があんまり美味しくなかったね。向こうの24時間のコンビニって24時間って書いて鍵閉まってたからね。なんでやねん。で、慌てて店員来て開けてもらって、うん、赤いキツネ僕6ドルで買いましたね。多いお茶が7ドルだったから。え、めっちゃ高いよ。いや、ほんとに。あ、でも、水は貴重ですからね。すごい高かったね。でも、あの、海外行ってこう、ショック受けるのがさ、あ、セブンだって思って、うん、こう、セブン寄るやん。うん。全然違うのな、日本のと。あ、違うの？全然違う、もう、クオリティも。あ、やっとおにぎり食べれるって思って、うん。で、こう、行くやん、おにぎりコーナーみたいな。チャーハンのりない。もういいです、みたいな。カツ丼のりないの。あ、ないない、もう、全然美味しい。ほんとにもう。もうセブン見たら安心って思ったけど、うわって思って。まあ、サイパンのコンビニ他にも行ったんだけど、値段書いてなかったもんね。どういうこと？え、なんか多分顔見て決めますみたいな。コンビニ、そうなの？書いてなかったね。ホテルのコンビニは書いてあったんだけど、はい、値段書いてなかった。でもサイパンもチップとかあるの？サイパンね、チップあるね。あんだ。あるけど、タクシーが乗るたんび金額違うのね。同じ距離。最初3ドルやったの。うん。だんだん最後7ドルとか8ドルとか。あー、やっぱでも海外はね、そうね。うん、俺も、だってタイ行った時、あの、違ったもん。みんな違うでしょ。交渉だった。どこまで、いくらで行ってみたいな。やっと50いくら負けてよみたいな。うん。そういうのやって、やっと乗れる。まあ、メーターなかったから、あれやったな。なんかね、ホテルから出てるフリーバスとかあったの。うん。それはなんか、あ、もうフリーフリーって言われて。でもなんか俺チップあげたね。でも 3ドルぐらいしかあげてないけど。だから海外行って、あの、一発目に乗る乗り物は大抵ボラレルですね。大抵。やっぱ。さすがっす。まぁ、ちょっとだけだけどね。
あともうカジノのさ、ドリンクが一生来ないの。やばっ。スプレーだしたもん。やばっ。やばっ。マジで。やばっ。サービス悪っ。スプライト30本ぐらい待ってるの。ほんとに。なんかでも日本語通じないから逆に面白かったよね。あー、日本語で、わっけ言えるから。そう。ザマミルーとか。ちょくちょく覚えてるやん、あいつらも。普通に言ってたね。向こうはニヤニヤしてるから、多分若干伝わってんだよね。言い方わかるじゃん。だろうね。え、パタヤビーチってサイパンの？パタヤって違うよ。パタヤ違うでしょ。あれだよ。タイや、タイ、タイ。ね、うん、そうだね。タイ面白いですよ。タイはいい。え、海外どこが一番面白かった？あー、でもやっぱ、俺全然行ってないからあれだけど、うん、アメリカの方が面白かった。ベガス？うん、ベガスっていうか。俺、ちょ、木戸って言うけど、木戸って言うけど、このロサンゼルスこう、バッて行って、うん、そこで車借りたんや。で、そっからブーンって運転しまくって、ラスベガスまでたどり着いた。何時間かかんの？だからもう毎日ずっと運転してた。え、どんぐらいじゃん、ラスベガス。1週間ぐらい。10日ぐらいか。慣れた？もう。慣れた。だからもう運転も、飛行機の中で覚えるの。標識とかルールをこう、あーなんかあった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 、やべやべ、え、国際免許持ってんの？国際免許は買えるの、あれ。免許あればなんか海外行くよって言って適当に1枚ぐらい払えばくれんの、国際免許。どうでもらえんの？普通に免許もらうとこで。ええー、もらって。え、じゃあ今持ってんの？なんか1年で失効するから言わない。でまたもらおうと思えばいつでも。あ、そうなの？ってお待たせいたしました。全然来た。いいもん食べてきました。いいもん食べてきたよ。何食べたい？え、牛限定。うわ、あ、予想通りです。え、俺は何食べたい？純が飯、焼肉がいいって言うから。何食ったんですか？メクスタ肉マンス。いいじゃん。いやいやいや、慌てて食ってます。皆さんにね、重大なお知らせがあります。発表したもん。あ、何言ってないです。何も知らん。知らんす。え、お前ら知らん。何も。もしかしたらこの回が最終回かもしれません。本当っすか？本当。初めて聞いた。そう。突然やけど。マジっすか？ね、コアなファンに愛され続けたこのギガスラッシュも、ね、今回が最後かもしれません。ギガスラッシュのもう、ね。あまりにもこう熱いオファーがあればね、また別枠で撮ってもいいんですけど。そうですね。はい。まあそんな話しても別にこれ以上広がらないんで、ね、いつも通り。いつも通りやりますけどね、私は。説明してください。会見ですね。まあ単純に言えば、また渋夏が番組やるかもっていう感じですね。この枠で。か、他の枠かわかんないけど。パリピの。いや、わかんない。詳しい話は聞いてない。っていうことで、こうなってるんです、別に。まあけど、やろうと思えば、ね。すぐ。そうですよ。スタッフさんもよくしてくれてるんだよ、僕に。そうですね。もうあとはお金包んで渡せば。ね、何時間でもやってくださいって。ね、やっぱり、世の中金じゃないけど、やっぱりお金も大事なんでね。サイパンの話しますか、サイパンの話。ちょっとしたんですよ、ちょっとだけ。あ、ちょっとした。ちょっとだけ。あ、まだ。いや、俺が中国マフィアと戦った話した？それはしてないですか？話してないんかい！もう面白いじゃないですか。大画面。話すかなと思って。もう面白い。俺のために取っといてくれた。重要なとこは。まあ、青い未来も3ヶ月連続ぐらいでも海外行ってるんですよ、いろんなとこに。行ってるんですけど、まあ何をしたいかっていうと、まあ、もう、世界の青い未来になろうとしてるんですね、今。単純に言えば。で、まあサイパンで、ね、VS 中国マフィアっていうのがありまして、まあケイスキは見てたから知ってると思うけど、すごかったよね。ガチモンだよね。キラキラのフランク・ミューラーつけて。そう、フルダイヤのフランク・ミューラーつけて、もんもんだらけみたいな。そう、全身もんもんつけて、トゥルトゥル、スキンヘッド、えいえいって言うたら、リキューみたいなやつがタバコ持ってきてスッってやって、めっちゃ下っ端やん。リキューみたいなやつがピッて引いて、こうやってやってパー吸って、吸い方もこうじゃないんすわ、こうすわ。ああそうですね。いや、ほんまにほんまに漫画ですね。ほんま、いや漫画じゃない。お前その間におったら触れるぞ。めっちゃ怖いよ。近づけないですね。
ブン終わり、はい、人生終了、はい、ブン、はい、終了ぐらい。もうガチのマフィアがいて、でそのマフィアと同じテーブルであのバカラっていう、まあ、カジノをやってたんだけど、永遠俺逆張ってたんだよね。一生そいつの逆を張ってた。一生そいつの逆張ってた。言ったらね、どういうルールかっていうと、プレイヤーはバンカー、じゃあプレイヤーにかけます。でもしプレイヤーが勝ったら、プレイヤーのかけてた金額、例えば5万かけてたら10万になって帰ってきますよ。感じですね。ね、もしプレイヤーにかけてたけどバンカーが勝っちゃったら、そのお金は取られちゃう。あ、すごい簡単なゲームです。ゼロになるか倍になるか、ね。そう。じゃあこの3人、いますと、テーブルに。テーブルに3人いて、じゃあ俺がプレイヤーかけてます。で、バンカーかけてます。で、プレイヤーが勝ちました。じゃあ俺だけ勝つと。他の人間のかけた金額が取られる。すごいシンプルな。っていう、すごいシンプルな。じゃんけんよりシンプルな。いや、じゃんけんみたいなもんっすよ。丸かバスか。勝つか負けるか引き分けか。まあ、引き分けもあるんですけど、引き分けだと戻ってくるお金が。っていうゲームで。まあ、俺の、隣ぐらいの、席に、まあ、中国マフィアが、こうやって吸ってたんですよ、タバコ吸いながら。なにゃにゃにゃ言いながら。で、俺一生逆をかけてたんですね。もうそのね、マフィアも大量のチップ持って。そう、大量のチップ持って。大量のチップ持って。言うたら、まあ、俺とそのマフィア以外の人たちっていうのは、はい、ほんまになんか25ドルとか50ドルとか、うん、まあ、2500円、5000円ぐらい、こうかけてたんですけど、もう俺と中国マフィアはもうね、まあ、金銭的に言うと、トントンぐらいやから、俺と中国マフィアね、実はね。おだからもうかける金額ももうガンガンなんすわ、もう、バーンって。で、で、あれなんですね。一番賭け金が高い人がカードめくるんですよ。そうそうそう。あ、大事なこう役目を果たすんだけど。カードめくる。で、プレイヤーから先に引いて、バンカーが後で引くんだ。すんごい楽しかったね。いや、あれ面白かったですね。でもなんか、一生かけて、一生勝ってて、そいつに。そうそうそう。だから中国マフィアを倒したんだけど、結果的に言えば。でも、倒したんですシャーとか言えないから、二人ずつこうやって。こうやってこうやってこうやってどうせ弾けねえからとか言ってたもんね、日本語でね。あいつどうせ弾けねえから。そうそう、日本語通じないからね。あいつどうせ弾けねえよとか言って、ビビッとの負けっしょーって言ってたのね。もうだからまあ中国マフィアを倒したっていう話なんですけど、まあね、これをもし見てたら、すいませんでしたと言いたいですね。怖いですからね。はい、すいません、怖いですから。だってもう負けてイライラしすぎて、リキューみたいな、あの下っ端すか、そう、下っ端のやつにあーあーあーっつってやってたもんな。めっちゃ倒すですね。めっちゃ倒すってもんな。いや、まあ最終日は面白かったね。最終日のに、うん、もうあるドル札全部バーンって出して全部チップに変えて、もう一発でかけるわみたいな。もういきなり高額ガンガンかけてたんでね。その時とかもう英語と日本語を多用して、オールプレイヤーカモンカモンみたいな、今俺持ってっからとか言って、ね、あの見たこともない、知らない、顔も覚えてないような中国人韓国人とかいろんな国の人たちが俺に乗っかるっていうね。みんな野獣馬すごい。俺が大体、俺うるさいからさ、テーブルでうるさいから野獣馬すごいんだよね、かける金額もでかい。いいっすね、野獣馬でかくて、で俺すげえ調子に乗るじゃん。あの、1日目ですかね、めっちゃ連勝してる時あって、僕もずっとそれに乗っかったんですけど、もう何、騒ぎすぎて、めっちゃ人集まって、座れるのがあれ6人ですよね。けど、スタンディング、外から見てる人もかけれるんですよ。人たちもずっと代表の方にかけてて、もう勝つたんびに、もう2人か分からんやつとずっと入ってきちゃって。ロマネコンティーくださいって。ドリンクどうしますか、ロマネコンティーくださいって言いながら、ね、スプライトクール飲んでましたわ、ちゃんと。まあ、やっぱり、じゃあカジノに行った時に、じゃあそれで金を稼ぎたいとか、全く思ってないんですわ、正直。楽しそうですもんね。カジノなんて勝つ負けるとかじゃないんですよ。いかに楽しむかじゃん、レジャーだから。あんなんで、勝とう、いくら負けたとか、ね、言ってしょぼいっすわ。俺は、ただそこ楽しみたい。ただ周りを巻き込んで、騒ぎたいだけ。バリ調子乗ったもんな。いいっすね、バーンかけて、ディーラーがクスクスクスとか電話しね、別のなんかスタッフみたいな人と喋っとって、仕組んでんちゃーんとか言ってた。いや、お前、
仕組んでんじゃんとか言って、で、ハリアップ、ハリアップって言って、早くしろ、早くしろって言って、配らせて、自分が買った時だけ、おい、日本語で言ってやるよ、ざまみろとか言って。最悪だよ。そして、隣にいる人たち、まあ、俺、中国人か韓国人だろうなと思ってる人たちが、まあ、ね、こう、まだ25ドルとか50ドルぐらいかけてた時に、いやいや、かけ方、バリしょぼやろ、ビビったら負けやで、バーンって、日本語で言ってるからね、聞こえ、分かってないから。うん、ビビったら負けやで、ドーンとか言ってかけてる時に、なんと隣にいたのは日本人でした。その後にまだストーリーあるよ。成田に帰ってきて、成田から新宿駅の高速バスに乗るときに、俺タバコ吸ってたじゃん。うん、喫煙所があって。うん、で、タバコパッて吸ったときに、あ、ライターをお前らに渡して、俺なかったんだよ。うわ、最悪って思ってパン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 やってたら、その横で俺が、横にいたおっさんがライターくれた。よくくれましたね。顔を見れなかったもん、俺。だいぶ暴言。だいぶ暴言入ってた、俺。だって俺日本人だと思ってなかったもん。なんかいろんな人に仲良かったですね。そう、あのブラックジャックしてる時もなんか多分中国人かなっていう感じと、なんかタバコ交換したりとかしました。グッドラックって言って5秒後に帰ってきたからな。気まずいよお前。あったし、なんか中国人の女性にもナンパされましたね僕ね。なんかカジノでなんか、なんかさ、俺そのチップすげえ持ってたからさ、あ、こいつ持ってるなみたいな。そしたらなんかその中国人の女の子が俺の横の席に座ってきて、さっきのテーブル見てたわよみたいな感じのこうジェスチャーで中国語で喋られて、俺中国語全然わからんから、あーあーって言っとったら隣に座って、うん、俺の腕ずっとこうやってんの。で俺チップ持ってんじゃん、怖い、怖っと思って、けどなんかお前へーみたいな、 Don't touch me みたいなこと言えないじゃん、うん、言えないからもうそのままかけてたの。触られてんのにずっと気にせないで、ね、なんか俺なんかこうガールフレンドみたいな感じでこうやって触れられとって、俺も何も言えんくて全部かけとったよ。でもなんかこのテーブル変わろうと思って、こいつ疫病がいいと思って、で立ち上がったらなんか携帯出して「おい何やろ」みたいな言い出してな、うん、その時おったよな。おったっす。で、うん、なんか日本語通じんってのがあって、別に日本語ちょっと喋れる中国人を呼んで、男ね、しかもじゃあコリアンだと思ったんだよ俺のこと。あそう、韓国人だと思って、でコリアンみたいな感じ言われて、いや、あーちゃん、あのコリアンやと思われてずっと話しかけられとって、そしたらなんかそいつが友達みたいに呼び出したの、みたいな。しかも男っすかね。じゃあ男こんな形の人がこうやってきて、俺何もしてねえぞと思って何もしてねえのになんでこいつ来んだよと思ったら、なんかそこでバーって中国語で喋り出して、その男の人にコリアンって言われて、いやジャパニーズ、たら、俺日本語喋れないみたいな雰囲気で、あ、ソーリーソーリーみたいな言われて、どっか立ってたの。何やったあの時間みたいな。なんね、若干ちょっと不機嫌で、そういう時におにゃーって喋る時に、あ、何何何あの時急いでましたからね。そう、急いでね、時間がなくてね。うん、まあ、裁判いろいろあったね。あの話は、OK。あ、僕は全然。まあ NG ないからね、基本的には。NG ない。まあ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 。裁判でも言ったら、まあなんか、キャバクラというか、カラオケクラブみたいなとこ行ったんだよね。みんながどうしても行きたいって言うから。行ったわけですよ。もう爆笑さらいまくったよね。あれは、ちょっと、そうっすね。本当にノンアルかなと思った。うん、俺スプライトクール飲みながら、ステージで歌って踊ってたからね。どこでも飲むっすね。スプライトしか信じられないから。ファンタスティックベイベー歌って踊ってたもんね。やば、俺一生チェリーボーイって言われて。やば。まあクソ思んなかったけどね。何するんですか。何すると思うんですか。普通になんかカラオケ飲んで歌えるみたいなとか。なんかやってないんだよ。やってないんだよあんまり。そういうなんか飲み屋さんみたいな、飲み屋街みたいなあんまない。そうだから2時に閉まるの。そう。あ、いや。ないんだよ。でこっから帰ってきて。もうケイスケはそこ行く前からもう眠たい眠たいって言っとって、うん、けどせっかくやし、じゃあね、このメンバーで飲みに行こうかっていう話になって飲みに行ったんだけど、その後もまた元気だったもんね俺。そうっすね、基本元気っすよね。部屋帰ってきてトランプしながら、お菓子とどん兵衛じゃない、赤いきつね食べながら、まあ喋りながらトランプしてみたいな。なんかみんなが俺のことをさ、気違いを見るような目で見るんよ。こいつどんだけ体力あんだよ。いや、それはもうわかりますね。けど俺は別に飲みにも行きたくないし、どっちかといえば別にちゃんと寝たいわけよ。けどみんなとの時間って大切じゃん、貴重じゃん。俺が一番疲れてんだ
疲れてるけどやっぱ行きたかった。いろんなとこに。まあね、スナック菓子食べたりね、マリンスポーツしたり、もう全部が面白いから。だから旅行なんて誰と行くかだからね。本当に楽しかったですね。どこに行くとかじゃないんですよ。それはサイパンじゃなくても。別に。いや、あの昨日海に行くってなって、マネガハ島っていうところに行くんですけど、そこの船乗り場までバスで行くんですよね。でも時間ないしバタバタしてるから、もう僕らギリギリ行ったんですよ結構。あのもうバスの中でもう二度と会うような会うか分からないようなやつやから、周りでも普通に服脱いでもう日焼け止め塗りまくってて、でもなんか俺チチリ生えててちょっとなんかビーチでこれ恥ずかしいなと思って一生抜いてて、この中国人の赤ちゃんずっとこっちこうやって一生口で抜くのをずっと見て、ね、赤ちゃんにめっちゃ変顔しとったもん一生俺のこと見てくれる。いろいろあったよね。あのその何、現地のさパラセーリングのあのクソガキですね。クソガキとか笑い方クソ悪いのよ。なんか普通さヒャ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 みたいな感じで笑うんじゃなくて、ヤッタ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 ッみたいな感じで笑う。もう多分だってあれ6歳ぐらいですね多分。そう、チャッチャッキーみたいなやつ。俺に肩回してきたからね。え、なんで？なんか向こうのゲームでパッてしてこれを見たら肩パンできるみたいな、ようわからんルールの。え、現地ルールの。え、あ、これ見てないセーフ。あ、全然。あ、見た。見た。はい、パン。パン。見た。あ、これが普通なんですか。そう。そう。っていうなんかよくわからんゲームがあるんけど、それを一生楽しそうにやってたの、なんか親子で。俺らが空を飛んでる時に。もう、あの、俺らなんか、こっち手振ってくるわけもなく、そのゲーム一生。一生してて。で、なんか、俺がその子にこうやってピッてやったら、その子見てくれて、うえーって言って、俺がノプサイジに肩もうえーってやって、ヒャ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 笑ってきて、けど多分悔しかったね。悔しかったんか、おい、じゃあ一発打たせてやるよって言って、こうやってカモンカモンみたいなやったら、うん、パーンって思いっきりやってきたからね。結構痛かったもんね。結構力あるよね、こんな。結構いいガタイの、いや、ちょっといいガタイした。だってお父さんとおじいちゃんがバリガタイ良かったもん。やばかったっすね。うん、格闘技やってるみたいな言ってたけどね。絶対嘘でしょ。 K-1 チャンピオンいやけど面白かったね。だから次回はまたね、利休とかね、ソーシエとかソーラートとか、今後のこう幹部たちもこう一緒に行けたらいいけどね。高弘とか、あれもっと人数多かったら楽しかったよね。まあそうだね。けど海外ですからね。不安。でも大丈夫、行きましたね。あの従業員全員で今海外行くから不安だと。不安だよ。このメンバーでも不安、不安って言ってましたもん。ただ言いにくい、俺が、実際は。なぜなら、俺が一番時間にルーズだったから。いや、マジっすよ。じゃあ、ルーズっていうか、俺寝てないとかっていうわけじゃないんだけど、サイパンの、俺の一番の誤算は、タクシーいないの。あ、捕まんないんですか？捕まんないってか、いないんだよ。いない。いないから、タクシーで行けばすぐだろうっていう距離とか、もうタクシーいないわけよ。ってなったら、時間感覚ちゃうやん。確かに。それのせい。ゴスタが結構いろいろ危なかったですよね。危なかった、本当に。飛行機も危なかったし、タクシーがいないんだって。だ、俺別に時間にルーズの方じゃないんですよ、本当に。この漁業界入ってもう9年ちょいやけど、最初の1年以外は1回も俺遅刻罰金とか取られたことないから。送迎罰金とかアルト君とかはルーズですね。じゃあ、あいつは二度寝すんの。アルトと寮に関しては一生寝てたよ。めっちゃ寝るっすよ。けど、正味、ケイスケは俺と同じ部屋やったし、俺が寝、ね、寝ないからさ、寝れんすね。無理やり起きてた感はあるかもしれないよ、もしかしたら。俺、マジ寝ないもんね。そうっすね。沖縄も、北海道もめっちゃ早起きだから、代表ずっと寝てる間、あの一人でベランダでコーヒー飲みながら倒す。何言うかな、これ。あのビーチ眺めながら。俺、けど寝起き悪くないでしょ。寝起きいいっすね。パッて起きる。めっちゃ優雅、なんか普段やんないからそんなのね。いや、まあ楽しかったよね、本当に。なんか多分話したいこととか話せることって山ほどあるんだけど忘れた。そうですね、もう、まあさっき話したんですけど、あのガリ猫とか全部ガリッガリやった。ガリガリの猫ね。ガリッガリ、ガリガリのガリッガリ、ガリガリの猫、ね、ガリガリの猫で爆笑したもん、ね、使っちゃうんすね。あと使っちゃう、あー旅行ギャグね。旅行ギャグ、旅行ギャグ、まあ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 、募る話はありますが、一旦 CM どう、ドン、もうトイレしちゃう。
ずっと俺のそばにいろ。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクたまんねえな。イオンインク。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. Running like a Hellcat.今の顔すごかったよ。超オフ感。今の顔すごかったよね。携帯ぐらい見さしてください。すごい、ね、すごい顔しとったよ。すげえオフ感だったね。バレたね。バレたね。バレたね。今日の10時の時の顔みたいな。何10時。番組どうなんすかね。終わるんすかね。本当に終わるんすか番組。わかんないっす。わかんないっすね。多分終わるんじゃない。代表はでもまだ出る感じ。いや、出ないじゃないですか。もう自分の番組じゃないから出ないっすよ、もう。はい。だからね、昨日クラブに行ってたんですよ、ハロウィンで。はい。まあ、冬月翔会長に、誘っていただいて、行ってきたんですけど、俺、日本のクラブに行くのってもう4年ぶりぐらいなのね、うん。クラブ嫌いだから。そうですね。けどやっぱりね、会長とかいろいろな人たちと行くってなったら、やっぱり、ね、楽しいじゃん。楽しいだろうから、こう、行くってなって行ったんだけど、なんせクラブっていうところが本当に苦手で行かないもんやから、クラブのルール的なことは全然わからんわけよ。で、まあクラブわかる？わかる、わかる。ルールとか。あ、わかる。やっぱ、何が普通わかるよね。ルールとかあります？いや、まあなんせ、そのビップルームにいたんだけど、まあなんか分かってもらえないのかな。俺が悪いんだろうけど、まず、よし、じゃあトイレ行こうってなった時に人の量エグかったよ、もうフロアが。え、でもリップだったら人の量案内してくる。いや、そのルールも知らないから俺。ああ、うん、だからトイレ行ってきますってみんなに言って立ち上がってこうトイレ行くんだけど、もう人エグいわけよ。もうハロウィンですから、ね、言ったらもうなんていう、俺からしたら全員薬中に見えたよ。なんであんな音うるせくてね、光チカチカしたところで頭振れんのみたいな。酒飲んでさらに頭振れんのみたいな。え、全員大丈夫頭みたいな。俺からしたらね。まあまあ、いかれてます。そう。で、こう、音疲れとか人疲れしちゃうから。人が多いと疲れちゃうし、音がうるさいと疲れちゃう人だから。うん、で、まあ、トイレ行こうと思って、こう、バーって行ったら、そのトイレが、うん、入り口、出口の、こう、すぐ隣にがトイレあって、うん、出る人と入る人と、トイレ待ちの人で、こう、ごった返しになってるわけよ。人がえげつないことになってて、もう、ぎゅうぎゅう詰めで。うわ、地獄か、ここは、と思って。けど、そのトイレ行ってくるわって言ったら、トイレってすげえ順番並ぶと思うよ、みたいな。言われたから、まあまあ、しゃあないやろ。したいもしゃあないよ、うん。で、こう、歩いてたら、二つこう道があって、一つはもうぎゅうぎゅう詰めなの。こんな人入れる隙間ねえよ。いかに俺がガリガリでも無理だよ、って思う。けど、こっち側は一歩スーって道が空いてたよ。だから俺そここうやって歩いたの。さーって。そしたらなんか、そこの、出てきましたか。店員さん、セキュリティの店員さんに、なんて。おめえ何ここ通ってんだよ、お前ふざけんなよみたいな。もうほんとこの口調バリタメ口。どこですか？あそこ V2。 あ V2 結構横着っすね。やばいっす。バリキレられて、俺からしたら俺ただトイレ行きたいだけの普通に通路歩いてるだけじゃん。だはぁとか言って俺言ってて、そしたらレディースオンリーみたいな。へぇ、そんなん知らん。レディースオンリーの知らん席なのか通路なのか分かんないけど、分かんす。入ってすぐ左にどうすね。いや、わかんないっすよ、俺、歩行地なんで。で、そこ歩いただけで、言ったらそんなさ、ここはレディースオンリーです、みたいな人がいればいいけど、俺、何も知らずにここ通ってるだけじゃん。なんでお前に、そんな、タメ口でバリ偉そうにキレられなあかんのみたいな。意味わかる？もう、超気持ちのやったよね。道、歩いただけですか？そう。道っていうか、多分席やって、そういう席の道だったんだと思う。あー、なるほど。けどそんなん知らんやん、俺そんなん。あ、なるほど。
もう降りたら、お前何ここ通ってんだよ、ふざけんなよみたいな感じで切れられて、俺お前と友達じゃねえからとか思いながら、めっちゃ上から来ました。で、は？って言って、は？何が？みたいな感じで言ったら、レディースオンリーみたいなこと言われて、いや知らんしと思いながら、で、トイレを並んでたの、並んでたの、並んでたら次黒人のセキュリティみたいな人が来て、お前なんでここにいんだよみたいな、どういうこと、出ろよみたいに言われて、なんでその列は女の子が女子トイレを並んでる列いや俺はね、ね、誰も悪くないぶっちゃけ、俺も悪くないだって思わずそのね、俺行ってくるわって言って、誰かね、直樹さんか新さんか忘れたけどにトイレ行ってきますって、トイレめっちゃ並んでると思うよ、あ、並んでるわ、そこ並ぶじゃん、だから黒人が来て、お前何ここに並んでんだよ、お前出ろよ、お前出ろ出ろみたいに言われて、何こいつみたいな、なんてクラブって怖いとこなの、最悪っすね、そう、そう、あれだよ、たった10分ぐらいの話だよ、その2つの出来事、いやあの、まあね、一気に嫌いになったよね、あーまあ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 、本来僕はこっち来たばっかりの時に六本木に何回か行ったんですけど、結構不愛想なね、うん、店員多いもんね、六本木は不愛想っすね、怖い、なんかこう、いやいいよみたいな、帰れよみたいな、うん、普通に雰囲気見ながら帰ろうみたいな、そんな感じですよね。でなんかこうビップルームっていうところにいると、なんか女の子がね、自分から進んできたのか誰かに、ね、言われてきたのか、なんかよくわからんけどいっぱい来るわけですよ、うん、で来てて、うん、で誰やねんこいつらって思うけど、うん、まあやっぱそういう場所だっていうことはだけは知ってるからさ、情報として、うん、だからなんか来てるな、ね、素人がね、素人の会話をしてくるわけですよ、プロの俺に素人の会話、ね、してきてああそうなんや、全然思んないね、ははははみたいな感じよ。でね、大体その素人ってどうするかっていうと、あ、やばい、この空気やばいと思った時に、酒足りてないんちゃうって言ってお酒を勧めてくるわけ。酒に逃げてくるわけ。いや、俺酒超嫌いやと。お前マジ全然分かってない、こいつ。みたいな感じの流れだったわけよ。で、まあけどなんかこうワイワイしてて、ね、言ったら新鮮じゃん。行かないから普段、うんうん。行かないし、その、言ったらそういう遊びに慣れてる人たちが今一緒にいるから、安心感はあるわけ。で、自分より上の人たちがいっぱいいるわけじゃん。だから安心感はいてます。普通に素直に、ああ、めっちゃ楽しかったなーってまあ言えるんだけど、ちょっと俺が素人すぎたかなって。何も知らんかったら怖いよね、やっぱ。ああ、最初は怖かったかな、すげえ。だって、マジでもう目いっちゃってるみたいな女の子とかにバリッ声かけられんねん。怖っ、みたいな。連絡先教えてよって言われるわけじゃん。いや、お前さ、今その状態で俺と連絡先交換して俺のこと覚えてんのぐらいのレベル。あ、しかもなんでって感じじゃん、俺からしたら。なんで連絡先交換せなかんの、言ったら俺、初回の方と連絡先交換しないんですけど、私は。うん、まあ、送りとかになってから交換するんですけど、なんでかっていうと、いや、3000円で、ね、じゃあ他の子を送りにしました。で他のことも連絡先交換してます。してます。プラスアルファで青い未来とも連絡先交換してます。いやもうそれ3000円どころじゃないやん、もう会計。ですね。って思うから連絡先交換しないのに、そんなもう、こいつ絶対何かしらのやばい薬やってんちゃうみたいなやつに、連絡先教えてくださいって教えるわけないじゃん。だから多分そういうクラブがそうさせてんだろうね。だ俺はわかんない。クラブがそうさせてんのか、ハロウィンがそうさせてんのかわかんないけど、ハロウィンですね。至るとこでみんな注意してるわけよ。ブッチューってハロウィンですね、それは多分。それハロウィンのせい、ハロウィンのせいですね、うん、ここはアメリカかって思うよね。マジでかな。マジで人前でそんなことするのってどうなのって思うね。だから結構酔っ払った女の子とか酔っ払った従業員がじゃあ店でちょっとでもこうってやってると俺すげえ怒るじゃん。なんか、ああ、お前やめさせろみたいなの言うじゃん。単純に俺がそういうのが嫌いなのか、それけど、ああいう世界を見てしまったら、いや、こっちの方がパリピで、夜の世界に合ってんのかとかさ、ちょっと自分の迷うよね、あ、路線が。ハロウィンのせいか、じゃああれは。ハロウィンのせいです。じゃあ誰も悪くないね。そうですね。全部ハロウィンのせいだ。全部妖怪のせいだね、じゃあ。そうですね、妖怪のせいです。まあけどね、いろんな経験できましたよ。いろんな世界が見れて。初めてだったから、そんな、なんか、クラブに行って、VIP に入ってみたの。初めて、俺、人生。うん。でも、他の人たちは普通に楽しんでたんですね。いや、俺も別に普通に楽しんでたよ。楽しかったよ。お前、ここで俺楽しくないって言ったら、
上の上層部の人間全員的に回すわ楽しかった普通に。けどなんか例えばじゃあ従業員と行きますってことは無理だろうね。俺が知らなさすぎて不安になる。なんかトラブルが起きた時に何にも対応できないって思うじゃん。だからそれはちょっと無理かなって思うね。ケイスケピコ太郎に似てるね。やってぶち殺す最終回がかもやから言うけどぶち殺す、ね、何してたんですか休み中。休み中ですか、うん、大阪行ってました。お、嘘でしょ。何時に普通に行きたいなと思って。お前ってなんかそういうとこあるよね。あるっす。なんかこれガチな話なんですけど、サイパン行く前に普通になんかこうちょっと前ぐらいに年休何すんのって言ったら、うん、いやなんか大阪が京都か行こうかなと思っててみたいな、みたいな。絶対同じっしょって言ったら、うん、マジで一人、うん、ガチで一人で、ガチで本当になんか何も考えずに一人で旅をしに行くっつって。なんかね分かるもん利休だったらなんか、あ、行きそう行きそうみたいな、好きそう好きそうみたいな、そういうの。リキュー結構自分に酔うじゃん。自分に酔ってます？酔ってる。酔ってる。多い多い。いや多いよね。どういうこと？こいつバリなんか2枚目よね。え、何これ？いや、なんか俺すっげえブロブロで朝方帰ってる時、その日の次の日は休みだったんですよ。まあ、ブロブロ帰ってる日は休みになるんですけど、さ、うん、なんかリキュー出てきて、うん、どこ行ってんのそれ？いや今からアーチェリー行ってる。いやいやいや、別にかっこよくなくないですか。いやいや、アーチェリー行く？いや、普通に別にかっこよくないかっけぇ持ってないじゃないですか。倍かっけぇ。でもそれ普通のアーチェリーじゃないですよ。恥ずかしなってきた、この、あのメガネかけてんの。いや、変わってるんすよね。え、リキューさ、変顔とかできんの？俺リキューの変顔見たことないでしょ、顔芸。ないです、ないです。やってみてよ、やってみてよ。最終回。いや、マジもう。え、顔芸、あ、もうほんとやえ、できないの？いや、もうできない。ケースケ、お前やらんでいいってよ。やるやるやる、始まってない始まってやばいって やってやる。いやいや、やめよ、ほんとやめなさい。やめないです。ほらリアルに、ほらね。まあまあいいと思いますよ、別にかっこいいし。でもなんか言ったら多分小学校の時とかに俺と出会ってたら多分お前かっこつけマンって言われてるリキューってあいつめっちゃかっこつけマンやからな言われてる。ないですけどね、なんかあったのそれ。あのかっこつけまんやね。お前30秒前ですよ、もう最終回。もう最終回ね、30秒前。まあギアサラッシュ最終回になるかもということで、お送りしましたが、最終回かもしれませんので、わかりませんけど、まあまたいずれやると思いますよ。これで終わったとしても、終わったとしても、まあ、何らかの力を使って多分やると思うんで、何らかの、その頃にはまた見てください。突然でしたが、今までご清聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴だ。ぶっ倒る感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。